なんやここは。何の目的か戦時中に掘られた空間をわしが改造したんや。あんたが？まあ金持ち連中そそのかして作らせたんやけどな。正式な名前はあらへんが、知ってる人間はここをサンズの川底て呼んどる。縁起でもない名前やな。そら縁起なんてあってたまるかいな。なんて言うてもここは罪人の処分場なんやからな。世の中には法で裁かれへん罪人が5万とおる。証拠が一個もなくて立件できんかった殺人鬼、政治の都合で公にできんテロリスト、世界中のそんな奴らをここに捕らえとる。なんで殴り合っとるん？この闘技場で1年間叩こうたら娑婆に戻したるっちゅうとる。ルールは一切無用や。卑怯な手使おうが、あえて殺そうが構わん。そしたら死に物狂いで戦うやろ。けど、どんな奴でも毎日戦わせてみ。まず一年はもたん。罪人同士で死刑を執行させようてるわけか。ゲス。罪の償いと世の平和のためや。ほな、この観客は何やねん。命かけた本物の殴り合いなんてなかなか見れるもんやない。どんなもんでも珍しいもんには大きな金が動くってもんや。何が罪の償いや。金もめったなこと言うもんやあらへん。しがない刑事のささやかな副業や。で、俺をここに連れてきたのは何でや。実はここんとこ罪人の顔ぶれが変わり映えせんでな、勝負がマンネリ化しとる。そうなりゃ賭博の上がりも寂しなる。いやー、お前さんが試合盛り上げてくれたら、手こ入れになるやろな。俺に出場せ言うか。何も1年間戦え言うんやない。ほんの3人ぐらい勝ち抜いてくれたらええんねん。そしたら留置場の西谷にも合わせたんで。あんたみたいなクソなデカめったにお目にかかれるもんちゃうな。せやけど、この胸クソの悪さをリングの上で晴らしてきたるわ。へへ、ええ返事や。そん代わり3人勝ち抜いたら必ず西谷に合わせるんやで。ああ、約束してある。ほんならお前がリングに上がるよう手続きしてきたる。準備はええか。ああ、ええで。3人勝ち抜けばええんやったな。そう簡単に行くとええけどな。ま、繁盛頼んますせ。さあ、それでは次の対戦を発表いたしましょう。皆さんおなじみ、死体を跡形もなく食べて証拠を消した連続殺人鬼、ジンジャー・チャップマン。ジンジャー・チャップマン。対する挑戦者は、本日サンズの川底に落とされてきたばかりの新生、罪状は謎に包まれた赤眼の男、マジマーゴロー versus ゴロー、マジマー
間無制限、ルールなし。レディファイト。祈願の罪人、真島五郎がデビュー戦でまさかの大勝利だ。これは次の試合にも期待がかかります。それでは早速参りましょう。次に登場するのはこの男、患者を自然死に見せかけ殺していった快楽殺人医、ドクターキリヒト。ザッツヒーリーヒト真島五郎、果たして2連勝なるか。さあ、時間無制限、ルールなし。レディファイト。展開に会場は興奮のるつぼと化しています。しかし謎のルーキーの快進撃も残念ながらここまでかもしれません。そう、次の試合ではついにあの男が登場です。リング上の撲殺数世界一、法では裁けない悪魔の拳、デッドバンチャー。さあ、サムズの川を渡ることになるのは一体どちらだ。時間無制限、ルールなし。 It's showtime。
った。今ここに新たな伝説が誕生しました。その名はマジマグローだ。Congratulations, Goro Majima!いい腕やな。こないに盛り上がったん久しぶりや。どや、今度からちょいちょいリング温めてくれへんか。金は払うで。俺は高いで。いややな、お金の話ばっかり。そないなことより言われた通り参照したいん。あんたの約束は守ってもらう。分かっとる。ついてき。しかし、汚い川の底に穴井なもんがあるとはね。汚いもんがいろいろ隠してくれとんや。水底なんか見えん方がいい。あ？みんなが見てない現実を汚いもんが隠してくれとるんや。うん？昔この川に女子高生の死体が上がってな。かわいそうに。顔は見る影もないほど殴られて、体はナイフでめった刺しや。外車は片親でな、親父さんが男で一つで育てた大切な一人娘やった。せやけど必死の捜査も虚しく、犯人はなかなか捕まらん。むごい話やな。一年かかってようやく犯人を突き止めた。親父さんは一層どん底に落ちた。なんで？犯人は未成年の不良やったんや。法で裁かれることなく少年院を出たガキは堂々と町を歩きよる。事件なんて知らん顔でな。それを見た親父さんの気持ち、お前はわかるか？耐えられんの。ぶち殺したくなるやろな。せやな。で、そのガキはめった刺しにされて殺されたんや。じゃあ親父さんが？じゃあ殺したんは当時高校生やった西谷や。西谷が？西谷は物心ついた頃からたびたび親父さんの世話になっててな。知っとったんやろな、親父さんが苦しんでんの。下道に生まれついた人間には下道にしかできん役割があんのや。誰に感謝されることもないが、王道を生きる人々を支えとる。高校生の西谷にそれを教えられた親父さんは、それから三途の川底を作り、今じゃ西谷の窓口になっとるっちゅう話や。ってことはあんたが？さあ行くで。そや、今から留置場に案内してあるけど、お前の方の準備はできとるんか？ああ、もう大丈夫や。早いとこ西谷に会わせてもらおうやないか。よっしゃ、ほな行こうか。お疲れ様です、ビリケンさん。おう、ごっつい互角人捕まえてきたで。入れたってくれ。あれ、いつもより多いんやないですか？気にしな。
あんたんとこの娘も今年大学やろ。すんません。ほな、楽しんでこいや。世話になったな。西谷の兵たちになりそうやな。奥で茶でも入れますよ。おい西谷。でもしたんか。お前に会いに来たんや西谷。ほんまに嬉しいわ。ちょうどわしも真島君に会いたい思っとったとこなんやで。ああ、お前が俺に何の用や。この前の殴り合いはほんまに楽しかったな。思い出しただけでもうっとりしてまうわ。あ、せやけど警察に邪魔されて最後までケリがつかんかったやろ。自分で呼んだんやないか。アーセント真島君、お店では殴り合いしてくれへんねんもん。せやけどどんなにええ喧嘩でもケリつけへんのはあかん。野球の試合と同じやで、途中で雨天中止になったら選手のエプレーも無意味になってまうやろ。5回裏まで終わっとれば試合は有効や。何言うてんねん。あの喧嘩はまだ1回表やで。わしゃ何としてももう一度殴りようって楽しみたんや。おもろいおっさんやな。せやけど俺はそないなようできたんとちゃう。ん？誠がさらわれた。やったんはお前か。なんや、仕事の話かい。誠をさらったんは白いスーツの見たことのない男や。お前の仲間やないんか。わしにそないな友達はおらんで。なんやて。せやけど予想はつく。わしでも真島君でもない第三の勢力や。第三の勢力？一体何者や。まあわしは大方目星ついとるけどな。知っとるんか、誰なんや。あの西谷さん、これ。ああ、そや、酒買うてきてくれるか。せっかくの来客や、ええ酒頼むで。わかりました、ちょっと待っとってください。何なっとんねん、ここは。わしらみたいな仕事しとるとな、
安全なねぐらがよう見つからんのや。本当もそうちゃうか。あ？せやけど、ここはお上に守られた日本一安全なねぐらや。こないな連中に囲まれて安全やと？拳一つでわしの玉取ろっちゅうような人間はおらん。大抵は刃物や飛び道具使ってきよる。ここやったら備えなもん持ち込めへんからな。ここはほんまに熟睡できる我が家や。西谷、誠をさらった第三の勢力は何もいいや。そうやな、真島君は知りたいわな。佐川のおっさんには到底調べ上げれ巻いてやもんな。教えてあげようかな。けどどないしようかな。おとなしく吐かんと今度は楽しい殴り合いですまんことになるで。そんな言われるとあじごっつい期待してしまうで真島くん。この間よりもっともっと楽しませてくれるっちゅうことやもんな。ええんやな、安全なねぐらで大怪我することになんで。楽しみや。わしは強いもんを見るとな、あそこが固まってしまうや。もう我慢でけへん。変わったやつやな。お望み通りとことんしばき倒したるわ。
さすがや。わし、ますます真島君に惚れてもうた。あんた、ほんまにおもろいやつやな。ビリケンのおっさんが言うとったように、出会いが違えば、ええ仲になっとったかもしれへんな。殴り合う理由を持って出会えたや。最高にええ出会い方やで。なんや、急に真っ当なこと言いよって。ほな、聞かせてくれや。第三の勢力は何もんや。なあ、真島君。佐川のおっさんを裏切って、わしと組まへんか。ああ、誠ちゃんを狙う第三の勢力は、日教連中集団や。日教連？東上会の直系組織や。東上会直系？アホな、日教連なんて聞いたことないで。そらそや、表向きには東上会の大門を掲げとらん裏の組織や。誠ちゃんをさらったんはおそらく日教連の総裁世良勝や。世良勝？数日前に世良が日教連を引き連れてこっちに潜り込んだっちゅう情報が入ってな。もしや誠ちゃんを狙っとるんやないかと勘ぐってたとこやった。なんで東上会の勢力が二つも誠狙っとんの？二つ？俺に誠を殺すように命令出したんは島の親父や。島の中と東上会の島のか。なあ、セラも島のも東上会。ほんなら東上会ついでや、わしも教えたる。あ？わしの雇い主は堂島組の渋沢中若頭補佐や。堂島組？せや、これまた東上会の直系や。セラの日教連、お前に命令下した島の組、ほんで堂島組、三つ全部東上会や。一体どういうことや？なんでやろね。ま、東上会の内輪揉めなんかわしには関係あらへんことやけどな。日教連が隠れてる場所は分かっとんのか？ちゃんと調べ上げとるで。どこや？知ってどないする気や。誠取り返しに行くに決まっとるや。無理や。あ？真島君が強いはよう分かった。せやけど一人でどないかなるほど甘ないで。日教連は何やと？東上会の大門掲げてはできへん汚い仕事をこなしとる特殊部隊や。さながらアメリカの CIA、 ソ連の KGB 言うたところやな。せやけどわしと真島君が組めば勝ち目がないわけやない。それにわしと組むっちゅうことは他にもええことがあんで。ない。佐川のおっさんからの命令は誠ちゃんを殺すことやろ。佐川と組んでる以上誠ちゃんを殺さなあかん局面にぶち当たんで。でもじゃあ殺しやなくて柄を抑えて依頼主に渡すよう言われとんねん。佐川を裏切ってわしと組めばとりあえず誠ちゃんを殺すはめにはならんやろ。悪いな、断るわ。なんでや。日教連の世良も誠を殺すようには見えへんかった。もし俺の目的が誠を殺さんことやったとしたらそのままおとなしく日教連に預けとくわ。せやけど誠はもう十分すぎるほど裏社会の食い物にされてきた。
両目まで見えへんようになってな。俺は誠を殺せへんかった。俺には誠を生かした責任がある。ただ命があったらええってことやない。人として生かさなあかん責任や。極道の食い物にはさせん。残念やな。お前みたいな男ともっと早く出会わんかったが、ほんまに残念や。なんや急に。なんやろな、わしみたいな人間が何を抜かしとんのやろ。日教連が潜んどるな、椿園の中や。椿園？なんや、こっち住んだって椿園も行ったことないんか。湧き合って蒼天堀の外あんまり行かれへんのや。でなんや、その椿園っちゅうのは。椿園はな、それはそれは歴史ある料亭街の通称や。日教連はそん中の弁天屋って店にアジト構えとる。誠ちゃんもそこに囚われとるはずや。料亭街？ガイドブックに載っとるようなとこちゃうで。百聞は一見にしかずや。案内したる。ついでに一緒に暴れたる。ええんか。俺は死んでもお前に誠は渡さへんぞ。そんな話や、日教連から誠ちゃん取り返した後や。さあ、真島君と一緒に大暴れや。楽しなるで。さて、ほんなら楽しいお遊びに出かけますか。おい、おまるさん、出してチェックアウトや。真島君も一緒に出るで。なや、誰もおらんのかい。しゃあないな。勝手に出るで。ちゃん、逃げや。西谷。おい、なんやねんな。おちゃん。お前。リリケンさんには用をしてもろたんですがね。娘が大学行きたいなんていうもんでして。ちょっと気張らなあかんのです。何言うとるんや。あんたら殺したらビリケンさんからもろてた小遣いの100倍くれる言わはるんですわ。やっぱ東京の人は羽振りええんですな。お前買われたんか。誰にや。感じやないかい。にしたな。昔おっちゃんに言われた通りや。悪いことばっかりしてたら罰当たんな。なあおっちゃん、真島君、わしはこのアホンドラと肩をつける。西谷、あんた思いっきり暴れたらええ、思いっきり楽しんだらええ。ヤクザなんぞどうせ早う死ぬんや。
なら後先考えんと。自分の道前に進めや。何言うとるんや、さっさとくたばらんかい。した責任きっちり取っとらんかい。行けや、マジマ。許してくれ。頼む。